昨日から連続でちゃんと散歩できて最高ですね。今日の話題はね、実は2つありまして、2つというか3つあるんですけど、1つ目がですね、昨日我が家にやってきた 4K テレビね、有機 EL のごっつい綺麗ね。そしてまあ Android テレビを買ったんですよね。Fire TV とかそういうのつけなくても、まあいろいろ。そんなことないですね。すごく、まあ一泊ちょっと遅れるって感じありますけども、全然許容範囲ですね。すごくいい感じで、そうするとですね、YouTube を見ても、YouTube の 4K ってどうなのっていうね、フルハイビジョンのテレビで見てたら、当然 4K 配の設定はできないわけなんですけど、まあこんでええんちゃうんと思ってたんですけど、4K、YouTube の 4K で綺麗に撮れてるやつは綺麗。自分の動画を見てもね、最近はまあ 4K で上げてるんですけど、以前のフライビジョンのあれと見比べたら全然違いますね。やっぱこう 4K でいかにこううまく撮れるように撮れてね、するかっていうのは大事なとこやね。まあ、というか私の 4K はちょっと疑似 4K なんやけどね、2.7K ぐらいのやつを 4K にしてるんですけど、まあ、それでも全然綺麗ですね。まあこれが一つ目ですね。だからちょっとこう、なんていうか自分が見ても綺麗だとやる気になりますよね。より綺麗にしようという。あんまりね、これやったら 4K で撮ってもね、みたいな感じで自分が見たときね、そんなのとこう、頑張ってやろうっていう気がなくなりますけど、そういう面ではね、やる気になりましたね。2つ目がちょっとこれが大変なんですけど、妻の iPhone 11 に、楽天モバイルのデータを、データというかね、ダウンロードしてする、ちょっと手順間違えてね、いや電話もかかるしあれするんですけど、なんかちょっとシステムの、あの設定のところの2つあるところに新しい電話番号が出てこないんですよね。あれ元々のやつは出てるんですけど出てこないんですよね。だから一回そのなんて再発行みたいなのをしてですね、しようと思っています。楽天モバイルの方で再発行手続きっていうかねをして、で iPhone11 のそのデータっていうか今入ってるやつを一回削除してですね、きちんとした手順で間違えたんよね、再入力というか再設定してみようかなと思っています。ちょっとすぐにできないんですよね。その再発行する手続きをする画面というのがまだ出てないで、あれちょっとしばらく時間かかるんですよね。ということでその作業が、まあ、今日できるか明日できるか分かりませんけど、それをしてないかんという、ちょっと気持ち悪いですよね。きちっとできないとね。今のところ電話もできるし、メールもできるし、いけるんですけどね。特に問題はないんですけど、ちょっとこうって、設定の新しいやつ、新しいそのなんちゅうかな、その SIM を読み込むっていうんじゃなくて、普通の QR コードを読み込むっていうんからしたんですね、普通の。これでもいけるんかもかな、手順はそれでもなんかいけたんですけど、なんか不安なんで再設定したいなということですね。で先ほど言いました3つ目が、この GoPro 用のね、用とは言うことないんですけど、
こういう風を吹いた時にゴーゴー言うのを防ぐために外部入力のマイクと、ウランジのヒーロー内容のケースですね、それを買いました。まあそのいやそれがまあ来たらいろいろこうやってみてね、一番こうミニマムのちっちゃい形でできる、そういう外部マイクをつけてこういう動画の撮れる状況を作りたいなと思っています。今みたいなんで風切り音がなかったもん、これが一番何にもついてませんからね、軽くていいんですけどね。まあそんなところです。今のところそういう3つの話題がありました。それからね、もう一つね、ちょっと困ったというか、これはちょっとほんまに困ったな。私のが楽天モバイルの件なんですけど、私に来たその eSIM をダウンロードしてするマニュアルと説明書ね、妻に来たのは、私それ注文したの3日か4日しか違わないんですよ。自分がうまくできてからしたんやけど、そういうのにマニュアルが違うんですよ、説明書が私のと。そして私の方はごっつい分かりやすい、妻の方はごっつい分かりにくい説明書、ものが違います。だけど当然その間違うようなやり方なんやけど、この SIM はそういうタイプなんかなと、 SIM によって違うんだろうかと思ってね、やり方ただ結局まあ同じで、まあちょっとやったことない人でないと、 やったことでがある人だと分かると思うんですけど、ある QR コードが出てくるんですけど、その QR コードを今から使おうとする、スマホで読まないなんですよ。だから自分で自分の読むやつできないものですから、出てきたら一回別のカメラででも撮って、それをディスプレイに出し取って自分のあれでするとか、別の携帯で、まあまあいろんなことするとかね、そういう、自分が出てくる QR コードを使う携帯で読み込まないかんっていうね、手順があるもんですから、それを自分の携帯でしてたんではちょっと工夫いりますよね。出てきたのをスクリーンショット撮るとか、そしてなんか別のものに写すとか、または普通にほんまデジカメでQR コードを写真撮って、またそれを使おうとする携帯で読み込むとかね、だからそこがあたりを、僕のところに来たマニュアルはごっついきちっと書いてあったんですけど、妻に来たマニュアルはちょっと薄くてね、そういうことがどっかに書いてあるかもしれないけど、もう何回呼び返してもそういうのはないんですよね。あれは参ったな。だから eSIM によって手順が違うんかなと私は思ったんやけど、そうじゃなくて単に分かりにくい説明書だったっていうだけのことでしたね。現在 3.03 キロを走って歩いていますね。かかった時間今34分です。まあ順調やね、いい感じですね。今やっとウォーキング終わりました。距離 3.59 キロ時間41分、そして朝からの歩数は6400歩。まあまだ午前中ですから、それで6400なんで、まあ1日歩けばね、まあいいんじゃないかなと思います。はあ、天気が最高、気持ちいいです。今からちょっと iPhone 触ってみます。